身は気ぐれ上田の匠さん系やと思うねんけど、産経新聞2023年5月14日維新代表のババア、果てなき目標実現させる臨時党大会って続投決定。ババの信之さんといえば片山の虎之助さんとロシロシにお詫びに行ったイメージが強いんやけど、インターネット SNS で維新はクリーンな衛生党って思わせるようにすり込んでた勢力がいるんですけど、多分きっと文化の人放送局やったと思うねんけど、維新って気暮れの幹部をなさってた谷畑の隆さんいうのがいて、社会の魔女主義&コミッテル国際共産党第三インターナショナルごちゃってなってるような気がしてならんねんけど、これは後ほど。記事によりますと、維新は14日大阪市内で臨時党大会を開き、4月の統一地方を選ぶやつで地方議員を600人以上に増やすという目標を達成した。あー恐ろしい。このことを受けて代表を選ぶやつの実施を見送り、馬場の信之代表の続投が決まった。磯陣吉村の広文共同代表ら党幹部も続投するやって、600人以上維新の議員が増えたってすっごい恐ろしいねんけど、4月の統一選ぶやつを経て地方議員を775人に増やした維新は、次期衆院選ぶやつで野党第一党の獲得を目標に掲げており、馬場はその延長線に待ち構えている目標が政権政党、果てのない目標を実現させていくためこれからも頑張りたいと挨拶した。維新って英語にするとレボリューション、核の命やからな。最も立ち悪いなと思ってんねんけど、党大会は国政選の挙や統一選ぶやつの後に代表選ぶやつ実施の要否を、必要かいらんかを決めるとした党規約に基づき開催。この日は特別党員の国会の議員や地方の議員、首長らによるオンライン投票で委任を含め代表を選ぶやつを行わないことに賛成が多数となった。馬場は党大会終了後、公明への配慮から過去4回の衆院選ぶやつで擁立を見送ってきた大阪府と兵庫県の6選の挙区で地元の地方議員らがどういう考えを持っているかを聞くと述べ、地域政党大阪の維新代表の吉村らから意見を聴取、今後最終判断する。維新は大阪都構想で大阪市を国から独立させようとしていたんですよ。これは大阪の維新の公式ホームページに掲載されていたものです。大阪都構想への誤解を解く政策っていう記事を載せてたんですね、維新の公式ホームページに。これ過去に何度も言ってるんですけど、ご存知ない方まだいらっしゃって、今は大騒ぎされたから消しはったんですけど、2016年の魚卓から言っときますね。この原稿は日経 BP に掲載されたある教授の記事を名前バッチリ書いたんねんけど、そこ言うのやめとくね。その教授自身が過筆修正したもので、この教授の了解を得て掲載するものですって書いてあんねん。大阪都構想への誤解、これは左の翼の人たちに向けた誤解の解き方やな思ってみたんですけど、維新ってネトウヨに人気やけど、ちゃうねんでうちらは左の翼やでって言ってるようなもんやんかいさと思ってんけど、いろいろ書かれてあるんですけど、地域の革命運動とか民族解放の運動とか書かれてある部分だけ読み上げます。4、大阪都構想は大阪の維新の一手段に過ぎない。大阪の維新は行政組織の統廃合や合併自体を最終目的としない。こっから大事よ、恐ろしいよ。国からの独立を目指す地域の革命運動なのである。これは反体制運動であり、中央の受けは良くない。中央の権力は核の目や民族解放の運動を黙殺しようとする。ちょっと奥さん知ってました？革命、民族解放運動、どこの民族やねーってツッコミができたんですけどね。大阪維新は中央政権や規制の政党大阪市役所との仲良し対話で成就できるものではない。これは権力をめぐる戦いであり、敵と味方ができる敵は霞ヶ関と永田町、そして大阪市役所である。怖っ。味方は全国各地の地域政党、そして文献知事を目指す市民たちである。これプロ市民ちゃうの。私が惨憺たる
再生回数を叩き出しながらも心が折れずに毎日配信してるのはこういうことをお伝えしたいからなんですよ。しないといけないと思ってるからなんですよ。誰にも相手にされなくても最終的にだから言ったでしょって言えるようにしたいんですよ。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて歴史の真実ごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですね。そもそもですね、社会統計の実にお偉い肩書き立派な素晴らしいとされる先生とのお仕事が辛かったから。政治学者ってこの程度でなれんの？てか社会党ってなんなん？その時の責任者の方が定年後にトモさんの党員として生きる宣言をした。トモさんは共産のことです。ああ、だからあの時理不尽やってんねって納得したんですけど、社会党は社会の貧しいインターナショナルという実に恐ろしい国際組織に加盟する厄介な連中やったんですね。で、コミッテルってコミンのテルンっていうのが正式名称で、日本のトモさんの党と中野国のトモさんの党、世界各国のトモさんの党はコミッテル国際共産党第三インターナショナルの一支部同士、同じ組織なんですよ。社会の貧しいインターナショナルとコミッテル国際共産党第三インターナショナルは、第二インターナショナル時代まで同じ組織やったんです。レッドチーム赤組でですね、私、トモさんの党が、トモさん共産やねんけど、私はトモさんって、よく分かってなかったんですけど、トモさんがダメなことを教えてくださった方が、維新の創業者やったんですよ。まだタレントになってらっしゃらない時ですよ。こういう人に会ってんけど、それってトモさん系じゃないですか？知らんねんけど、トモさんってあかんの？ダメですね、っておっしゃってん。私が20代、30代で出会った人たちが、ゴムゴムしくなったり、別人になってしまったとか、結構あるんですよ。私のこと、陰の暴論者と思われてる方結構いらっしゃると思うんですけど、体験して、なんか気持ち悪いと思いつつ、喋ってることって、ほとんどが、百科事典辞書レベルの話なんですよ。先人の書を紐解いたところで、基礎の知識が全くないので、今売られている辞書、百科事典に頼らざるを得なくて、何やここに書いてあるやんっていうことを、お話ししております。非常に恐ろしい計画として、国民が選んだという形をとって、まず、資本を潰して、社会の貧しいの世界にして、後にトモさんにしていく、世界を一つにワンワールドにしたい勢力がおりまして、我が国日本は資本主義国で、日米同盟があるからなんとかなっている国なんですけど、日米同盟と資本主義、死守しないと、あり地獄で、中の国の人みたいになってしまうの嫌やんか。だから私、活動家の先導に乗らずに、資本と日米同盟だけ守ればいい。それには残念ながら自民しかあれへんがなって思って周知拡散しようとしてるんですけど、全然広がれへんねんけど、インターネット SNS では維新はクリーンな衛生とって思わせるように皆さん頑張ってこられたと思うんですけど、東京都知事やった石原のおっさんが維新の創業者に近づいたりしてええんかなと思わせたら思うねんけど、石原のおっさん尖閣カウカウ詐欺やったり、もう気なくさいな思ってあんまり好きちゃうかってんけど、維新の創業者って人が変わったようにトモさんの主義者みたいになってしもてんけど、人変わったんちゃうのとか思って見てんねんけど、歯並びチェックとかしたら、やればある人おるやんかとか思って、面白いな。私たちが普段見せられてるもの、新聞、テレビ、雑誌、映像とかで見せられてるものって、おそうめん劇場の一つのコマやねんなと思って見てると、なんかしっくりいったんですけど、おそうめん劇場、自由なおそうめん屋さんとか私言ってるんですけど、自由フリーおそうめんメイソン、すべてメイソンのことやねんけど、役者さんが出てきて写真に写ってんのちゃうのとか思うこともしばしばで、インターネット、SNS、Twitter などで、日本人であるならば保守でないといけないっていう洗脳が繰り返し行われててんけど、日本で保守論客で活躍できる連中って、お隣の国の中の教のメディアで活躍している人たち。今まさに騒がれている T1 教の会計、&お幸せ、&天理やな思って見ててんけど、そんなんと関わりたくないから、ほとんど見てなかったんですけど、昨年、AB さんがこの世を去って、自民イコール T1 教の会、AB さんイコール T1 教の会ってやりだしたけど、AB さんは T1 教の会と北尾欽ちゃんのところとの関係から、先に避けてた時期があったんですね。そのソースは、ジャーナリストの有田の義夫先生の過去のブログやねんけど、T1 教の会の関係者、室井の国彦さんって議員がいるねんけど、そいつは今、維新にいるんですよ。民主から出馬して維新に行きました。AB さんが先に避けてた時は、鳩山の幸男のところに行ったんですね。T1 教の会。あそこの団体さん、あちゃこちゃに入り込んでんのよ。私、お仕事で、T1 教の会の合同結婚式の、マッチングなる
資料 VTR を見た。 K の国で行われた結婚式、元アイドル歌手アスリートが合同結婚式出たやつやね。その時ですね、私上京したばっかりで、東京って刺激的、めっちゃおもろと思って見てて、アスリートの方が失踪したり、小説家の方が娘を取り戻すとかやってて、多分きっと合同の結婚式は宣伝のつもりで報道してたんやと思うねんけど、その時は全く気づけんかって、おもろと思って見てたんやけど、ごめんなさいやねんけど、日本で保守論客で活躍できる人たちって、ニュースを解けやな思って見てたんですね。T1 今日の会、世界の日報、ポイントビューやったかな、ビューポイントやったかな。まあ、そんな出したりしてんねんけど、クリスチャンサイエンスモニターってところと提携してたんですね。保守の代表のおでこパカーンって出してるおばちゃんおるやんか。あの人ニュースキャスターとかやっててんけど、サイエンスモニターの、新聞社にいらっしゃって、サイエンスモニターってところがニュースを取ってところの基礎になった考え方みたいで、私は10代の最後の方、ジョセフ・マーフィー先生の潜在意識の活用を一生懸命読んで、潜在意識の活用ってすっげーって思ってて、その時マーフィー博士がニュースを取るの牧師さんと知らなかった、知ったんは30超えてからやねんけど、20代の最後らへんにスピリチュアルの勉強会行ってきてって言われて、枯れ木も山のにぎわい風に人足りへんのかな思って行った。気持ち悪い、うわっ、カン帰りたいと思ってトイレ休憩で帰ってきたんやけど、スピリチュアルの世界は見とかなあかんなってなんとなく思ったんですね。でそこから神との対話とかも一生懸命読んでんけど、気持ち悪いのも嫌やなとか思いながら、私スピリチュアル大好きなんですね。そこにハマっていく人たちの心理を知りたくて、ジョセフ・マーフィー先生の翻訳をなさった方、お二人いて、一人がマルチ商法の催眠療法を作った、ちょっと詐欺師やな、こいつっていうおっさんやったんですね。炎天の詐欺師と仲良しな島津さん。亡くなったから言ってんねんけど、もう一人謎のおっさんがいたんですよ。大島の純一さん。大島さん今何なさってんやろと思って、リサーチしたら、ちょうどカミングアウトしててん。学者の渡辺の正一先生で、T1 今日の会&お幸せ御用達の学者さんで、あ、なるほど、で、LGB なんとかを推し進めようとしている稲田のともみ、彼女が信仰している収納教、成長の家も、教祖の谷口さんが、ニューソートの哲学博士を持ってて、ニューソートの流れや言われてんねんけど、なんやん、全部ニューソートやんって感じで、もろもろも関心人としているのんちゃうのって見てんねんけど、知らんけどって付け加えとくわ。とにかく、我々日本国民にとって、資本主義と日米同盟だけ死守したらええのよ。で、それには、活動家の先導に乗らずして、いやでも、自民、支持しとくしかないのよ。岸田のグーミンとか、頼りないとか思っても、ごまかしごまかしやってもらうしかないねん。活動家の連中は、自民の票割ることばっかりやってて、一時期、維新も応援してたやん。で、自民を支持しているふりして、比例は、日本のコロコロとか、自民以外のところを書かせようとしとったけど、自民って書いとけ。いやでも。って私は、運命共同体やから言ってるんです。維新は、ティグレ、上田の匠系。上田の匠は、維新に行った谷畑の隆を秘書にしたり、ティグレの顧問をさせたりしてたんですけど、部落解放同盟委員長をなさってた方で、人権中小企業の上田の匠を売りにしていた方。キャベツがなくなったら飯の食い上げや、言ってた方やねんけど、まあ、それ消えちゃうの。